262号では左舷上部3連装魚雷発射管を組み立てて取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ02の砲塔にパーツ05の光ファイバーを3本差し込みます。次に光ファイバーのうちの1本をパーツ04の固定部品に差し込み、砲塔に固定部品をはめ込んで接着します。次にパーツ03の砲身をパーツ05の光ファイバーに差し込み、はめ込んで接着します。同様に砲身をもう2個取り付け、砲身から出ている光ファイバーの部分をきれいにカットします。次にパーツ01の船体パネルに組み立てた3連装魚雷発射管の光ファイバー3本を差し込み、発射管をはめ込んでパーツ06のネジで固定します。これで262号の作業は終了です。